ムチサキ八幡宮。奈良時代前期に大中の清麿が創建したと伝えられています。建久元年1190年、上洛途中の源頼朝がこの神社の森を鞭で示して名前を尋ねたことから、ムチサキ八幡宮と呼ばれるようになったといいます。表門は明治時代まで250年間続いた是々城の南大手門を譲り受けたもので、重要文化財に指定されています。